新潮社公式サイトをご覧の皆様、こんにちは。宮部みゆきです。この度、5年ぶりの現代ミステリーになりますが、ソロモンの偽証という作品を上司することができました。10年がかりの作品で、第1部、第2部、第3部の、3冊の構成になっています。私としてもこれまで手掛けた中で一番長い作品です。この暑い夏にこの長いものを読んでいただくことになって、少し申し訳ないんですが、まず第1部では、ある学校で事件が起こり、その事件がなんとかいい方に解決しようとする登場人物たちの気持ちと行動とは裏腹に、どん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 悪い方に進んでいきまして、どん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 事態が複雑化して混乱していく。その中で、舞台になる学校の生徒たちがいろいろなことを考え、なんとか自分たちでその現状を打開できないかと立ち上がるあたりまでが第一部ということになっています。でそれ以降は第二部の決意、第三部の法廷というところまで持ち越されることになります。ただ第一部で主だった登場人物は全て出てきますので、そこのところで、あ、この子が主人公なのかなとか、この子はこの先どういう役割を果たすのかな、この先生、あ、自分の学校時代にもこういう先生いたなとかいう、そういう人物を見つけていただけたらすごく嬉しいと思います。そしてやや思わせぶりなこの作品のタイトル、ソロモンの偽証なんですけれども、まあ、法廷ミステリーということでもあって、偽証という言葉は最初から使いたかったんですが、なぜソロモンの偽証なのか、誰が偽証しているのか、このタイトルにはどんな意味があるのかということを、私自身も作品を完結してみて改めて考えたんですが、最も知恵ある者が嘘をついている、あるいは最も正しいことをしようとする者が嘘をついている、または最も権威と権力を持つ者が嘘をついている、そのどれかなのかなというふうに今現在私自身では考えています。第一部、第二部、第三部とお読みいただいて、まずは第一部を読んでいただいたところで、ソロモンの偽証というタイトルの意味はどんななのかなというのも、読者の皆さんそれぞれのお心に一つの謎として浮かんでくださるととても嬉しいと思います。どうぞお楽しみください。